Midnight Driving 今夜二人で Midnight Driving 夜の街を Baby Midnight Driving 走り続けるお前と Driving Tonight。 皆さんこんばんは、シェイク17、お待たせいたしました。シェイクのお時間がやってまいりました。今宵も元気いっぱいに滝友春がお相手をさせていただきます。さあ、そして今宵のゲスト早速ご紹介したいと思います。はい、横浜中央卸売場からおこ、違う、なんでやねん。違います、ちょっと違いますわそれは。今日の衣装がなんとなくねモニターで見てると、まあ、まあ確かにね、なんかあの魚市場のなんか、うん、ここにあの番号つけてるとね完璧ですよね。すいません失礼しました、はい、今日 の, あの仲間ということで、はい、失礼なツッコミをさせていただきましたが、クイーネス、皆さん日本が世界に誇るあのスーパーバンドクイーネスのバンドリーダーでありボーカル、フレディ江藤さんです。はい、ありがとうございます。こんばんは。ようこそお越しいただきました。はいはい、お招きありがとうございます。いやいや、とんでもないです。フレディ江藤さんは、はい、まあ、実は同じ大分の、ね、我がふるさとの、あの仲間でありまして、まあ、私の方がずっと年上なんですけど、はい、出会ったのが私が19歳、フレディ江藤さんが中学生12、12か13かな、中学1年生、中学1年かぐらいだと思いますよ、からのお付き合いでございました。はい、真ん中はすっかり飛んでますけども。真ん中って何？真ん中ってだから、私が22、3歳ぐらいの時から。ああ、そういうことですね。それからなんかここが飛んでんのかと思った今。違うんだ、そうじゃないのね。はいはい、さあ、もうとにもかくにもあのボヘミアン・ラプソディで、あのリバイバルで大ブレイクしました、あのクイーンが、あの後またさらに忙しくなったというね。そうですね、2018年から19年にかけてあの映画があって、はいはい、で2019年は、1年間で45本ライブ、国内それから韓国まで行きましたから。そう、はい、あのすんげーたくさんやったんですけどね。はあ、その後あの去年は2000年になっていきなり何もできなくなって、去年3本。まあ世界中がみんなそうでしたもんね。そうですね、はい、クイーネスは、まあ、もちろんそのクイーンを、まあ、カバーして、はい、フレディ・エトーの場合カバーが半端じゃなく本当にステージトークまでカバーしちゃってるっていう、まあ、そんな彼のステージを早速、うん、今日はオープニングでまずご覧いただきたいと思いますが、はい、曲は何ですか。これは曲はね We Will Rock You って曲と、はい、Let Me Entertain You っていう2曲になります。
ちゃかっこいい。これマイクいらないの？あ、マイクマイクもうマイク忘れてたよ。いや、かっこいいね。ありがとうございます、ありがとうございます。あれは、いつのステージですか？2019年の4月ですね。2019年の4月。まあ、まあ、弱2年弱の前。そうですね、2年弱前ですね。場所はどこでやられたんですか？これね、幕張にある幕張イベントホールっていうところでございます。ちょっとものすごい数いたじゃないですか。そうですね、どれぐらい？ざっとね、4500人ぐらいだったそうですよ。感じ悪い。なんで？え？なんで？なんかその、あ、どないやねんっていう顔が。いやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。すごい、もうちょっとかっこいいね。ありがとうございます。本当にびっくりしました。なんか去年は韓国も、おととし、おととしですね、韓国もちょっとホテルのイベント呼ばれて行きましたね、はい、いやー、まあ本当に大活躍の、いえいえ、江戸君ですけど、だったっていう過去形にした方がいいかもしれない。ここ1年何もやってないから。いやいや、これはね、またコロナもうじき収束しますから。ですよね、はい、してもらわんと困りますよね。いや、しかしね、実は彼と出会ったのは本当にその彼が中学1年生ぐらいの時、はい、で、もうそれからずいぶん僕は東京へ行ってお会いしてない時期があって、実はある日ね、私テレビを見てたら、はい、なんか変なおじさんがステージで走り回ってるんですよ、はいはいはい、ぽっちゃりぽっちゃりおデブさんのおじさんで、スキンヘッドで、スキンヘッドでそこら中走り回っていて、変なおじさんだなと思って最初笑って見てたんですけど、ふっと目元を見たら、なんかその目元だけ見覚えがあるんですよ。それで最後そのエンドロールの時にフレディエトって出たんですよ。フレディは知らないんですけど、目元とエトというのにあれもしかしてっていうのをね、あいつかみたいなだったんですよね。まあ、いやいや、間違いなくそうだったんですけどね。で、まあ、その数年後ぐらい、じゃあ滝さんと僕が再会したのは、そうですね、ある日ね、渋谷のヘッドパワー。違うよそれ。え、違うか。それはその長いブレイクの前だよ。あ、そうか。うん、あれは私まだ大学生でした。あ、そう。うん、タキさんがもうお忘れでしょうけども、はい、少年へ帰れって歌を歌ってた頃です。ああ、はいはい、どこで？いや、ゾルヘッドパワーですよ。場所は合ってますよ。ああ、そう、場所は合ってます。ああ、そうですか。でリハーサルの時に行ったら、あ、はい、誰君みたいな感じで、なんかタキさんあの頃売れてらっしゃったから、割と感じの悪い感じがこう僕はこう当時ね感じ取れたのを、ね、切り返されておりますが、はい、それを乗り越えて今また仲良くさせていただいてます。いやー、しかし本当にまた後半ね、はい、ぜひ見て皆さんにご覧いただきたいと思いますが、あ、そうですね、はい、まあ本当にエキサイティング、もうファンタスティックなステージ、ありがとうございます。後ほどまたお楽しみいただきます、はい、その前にですね、皆さんには実はこの番組では、はい、定番のコーナーがありまして、はい、横浜、何でしたっけ横浜歴史散歩、はいはい、今回は、前回に続きましての本町通り後編ということで、はい、横浜にはね、はい、面白い歴史がたくさんあるんですよ。はあ、そうなんですか。ぜひ、はい、これをご覧いただいて拝見いたします。でクイーンスはその後またこう、はい、よろしくお楽しみいただきたいと思います。はい、歴史散歩後編です。横浜のウォールストリートと言われた本町通り、銀行がたくさんありました。今週は本町通り後半を皆さんにご紹介してまいりたいと思いますが、あとプラスアルファでニューグランドホテルがある通り、海岸通りもぜひ散歩してまいりたいと思います。その前に前回のまとめを VTR で皆さんにご覧いただきましょう。ちょっとこの横浜の古い地図をご覧ください。横浜が開港されると幕府はこの地図の左半分、山手側に外国人居留地を作りました。そして右側、馬車道側には江戸の豪商たちに貿易のための店を作らせました。やがてそこには立派な日本人街が出来上がりました。町のメインストリートは本町通りと呼ばれ、今でも横浜のメインストリートになっています。はい、
私の後ろにそびえ立つこの素敵な建物は横浜を代表する素敵な建築物、神奈川県立歴史博物館です。かつては為替銀行、横浜商銀銀行でした、しかしこの建物は関東大震災にも、そして米軍の空襲にも耐え抜いた、もう本当にパラダイスカフェのすぐお隣ですから、もう近所付き合い数十年のご近所さんです。私の右手に見えるのが横浜第二合同庁舎ですが、実はもともとは明治29年にできたキート検査場だったんですね。すごい素敵な建物ですが、こうやって手を挙げるとタクシーが止まるので遮ます。私の後ろの建物は日本郵船歴史博物館ですが、日本郵船は明治18年にできた三菱財閥の中核企業だったんですね。そんな歴史詳しく知ろうと思えばここに来ればわかるということですね。ちょうどまたこの角に素敵な建物が見えます。旧第百銀行横浜支店の建物なんですが、なんとその上には今やもうマンションも、なんかこういうのをファサードというんだそうですが、すごいかっこいい玄関がついてるマンションに住んでみたい。こちらの建物は横浜に本店支店を置く多くの銀行の皆さんが親睦を図るために建てられました横浜銀行集会所の建物です。1921年に誕生したロア銀行横浜支店は関東大震災や太平洋戦争をも耐え抜きました。さあ、もうまさに横浜を代表する建物の一つです。横浜開港記念会館、明治42年開港50周年を記念して作られました。みんなからはジャックの塔と言われています。この横浜開港記念会館の敷地の中に岡倉天心生誕の地のこの石碑が立っているのに、私びっくりしました。岡倉天心横浜の出身だったんですね。さらに日本大通りを境に向こう側に外国人居留地が作られました。次回は旧外国人居留地を散歩してみたいと思います。皆さんぜひお楽しみに。左手には県庁、あそこは通称キングと言われた建物ですね。さて、今我々が進んでいる先に象の花パークがございます。あそこはペリーが来日して日米和親条約の舞台となった場所です。横浜の歴史の散歩道、ここは開港を記念して1982年に作られた開港広場です。どこですか？あ、いかにも横浜らしい素敵な教会ですよね。開港と同時にアメリカからたくさんの宣教師が来日しました。キリスト教のプロテスタントといってもたくさんの流派があるそうですが、その中でも改革派教会のJH バラという方が1868年にまずは小さな石造りの公会堂を作ったそうです。 JH バラはここで英語塾を作り20数名の学生を教えました。兄のジェームスが教会に専念したので弟のジョンが来日しました。弟は学問を担当、高島開門が始めた学問所乱射堂の教師になり、さらにヘボン塾を引き継いでバラ塾を開きました。その後1875年に400名以上の収容が可能な日本キリスト横浜海岸教会ができました。しかしそれも関東大震災で焼失しましたが、1933年に再建、横浜大空襲でも生き残り現在に至りました。さあ、私の後ろに今あのツタが絡まる素敵な建物ですが、まあ有名なフランス料理レストラン香りなんですけれども、実はあの場所に1860年横浜ホテルが
かつて存在していました。安政7年の2月、桜田門外の変が同じ年の3月ですから、その横浜ホテルが、なんと建った時にはまだ井伊直弼は生きていたんですね。その横浜ホテルがあったという記念碑がここにあります。横浜ホテルは和洋混合様式の平屋建て、食堂、ビリヤード室、バーなどがあったそうですが、1866年豚や火事で焼けてしまったそうです。本町通りから今海岸通りへと入ってまいりました。かつて外国人居留地には番地が振られていました。居留地一番地と言われた場所がここなんですが、今はシルクセンターが建っています。かつてジャーデン・マシソン商会というイギリスの会社があったのはここなんですね。2階建ての洋館だったそうですが、建物の中はこんな豪華な展示会が開催されていたそうです。 A 一番館も豚や火事で焼失しましたが、2年後に再建されました。さて、この A 一番館に入ったのはジャーディン・マセソン商会という有名な会社ですが、この会社ちょっと微妙な会社でした。実はこの会社、世界500社にランキングされるアジア有数のコングロマリットです。設立当初の主な業務はアヘンの密輸とお茶のイギリスの輸出、アヘン戦争にも深く関わったとされています。長崎のグラバーさんもこの会社の支店長として薩長に大量の武器を売っていたんですね。明治元年には吉田健三という人が横浜支店長になりましたが、この吉田さん、あの吉田茂首相が養子に行った先のお父さんでした。さて、この通りは海岸通りと呼ばれていますが、明治時代はここが海岸線で、山下公園はもともとは海でした。関東大震災で大量に出た瓦礫を埋めてできたのがこの山下公園です。さて、ゆったりとした敷地の中に建ってます神奈川県民ホール、たくさんのアーティストがここでコンサートをやってます。さあ、この県民ホールのその昔には、英字新聞のジャパンヘラルド、そして巨大商社の電通商会などがここにあったんだそうです。当時の海岸通りの写真を見るととてもエキゾチックですね。 A7 番館がここにありました。このクラシックな建物はイギリスの海運貿易会社バターフィールド&スワイヤ商会の事務所でしたが、今は創価学会の戸田平和記念会館となっています。もともとは裏通りまで続く大変大きな建物だったそうです。関東大震災で全焼しましたが、建物の構造は残っていたので再建されたそうです。この辺りでちょっと本町通りに戻ってみましょう。さて皆さん、ちょっと変わった写真ですよね。ここは山下町消防出張所のシャッターなんです。1864年居留地消防隊が組織されました。ポンプ車を備えた消防隊は日本で初めてでした。ここ山下消防出張所のシャッターには当時の貴重な写真が残されています。さて、あちらに見えるのが昨年できましたハイアットリージェンシーホテルです。はい、この先にちょっと変わった建物がありますね。これは一体何なんでしょうか。山下居留地でダイナマイトなどを取り扱うモリソン商会の店舗として明治16年1883年に建設された建物の遺構です。横浜最古の洋風建築物と言われています。建物は関東大震災で2階部分が崩壊しましたが、残った部分が使用され続けてきたということです。
辺なんだけどな。ありましたありました。あ、どうぞどうぞ。横浜天主堂跡です。1862年横浜居留地80番地中華街の真ん中ですね。そこに日本初となる近代カトリック教会の聖堂が建てられました。そして明治32年ここに引っ越してきたんです。今ここは本町通りからずっとやってきて最も元町に近いところです。かつて岩崎学園のゲーテ座前にご紹介したんですが、もともとはどうやらこの辺にあったようです。オランダ人の商人ヘフトさんが本町通り68番地にあった彼の事務所の裏に慶応2年1868年に劇場の設備を持った倉庫を建てました。これが初代のゲーテ座です。さて、横浜のシンボリックなホテル、横浜ニューグランドホテルです。赤いテントが印象的ですよね。関東大震災で横浜の街ほぼほぼ全滅状態になりました。横浜市長の提案のもと民間の有力者で横浜市復興会が設立されました。そして国際的なホテルが必要だということでできたのがこのホテルニューグランドだったそうです。名前は一般公募されたのですが、震災以前の最高級ホテルグランドホテルから名前を取って付けられたのがニューグランドホテルです。1927年にこのホテルは建てられました。設計は渡辺仁さんという人。この人は銀座の服部時計店とか GHQ の本部になった第一生命ビルを建てた人です。偶然でしょうけど、マッカーサーが好んだビルは渡辺仁さんの設計だったわけですね。ニューグランドホテルはレストランに力を注ぎ、総料理長にスイス人のサリー・ワイルを迎えて、堅苦しいフランス料理を一般の人に分かりやすい料理にアレンジをして人気を得たそうです。アメリカ兵がパスタにケチャップをかけているのを見てスパゲッティナポリタンを作ったのは有名な話です。その他ここの厨房からはドリアやプリンアラモードも誕生しました。マッカーサーは新婚旅行でもこのホテルに滞在したことがあり、厚木基地に降り立った後すぐここに滞在したというのも有名な話です。横浜にはたくさんの西洋式ホテルが立ち並びましたが、その中でも一番と言われたのはこの人形の家あたりにあったグランドホテルではないでしょうか。グランドホテルは明治6年に開設されました。料理長はルイ・ベギュー、日本におけるフランス料理の父と呼ばれた人だそうです。日本西洋料理界の原点のようなホテルです。やっと見つけました。ヘボン先生のお屋敷跡ですね。神奈川宿を追い出されるようにして引っ越してこられたヘボン先生は、ここで、塾とそして病院を作ったんですね。本町通りそして海岸通りと横浜がモダンな街に変わっていく最も象徴的な通りを見て回りました。もし太平洋戦争と関東大震災がなかったら、この横浜の街に歴史的なそして本当に美しい建築物がたくさん残っていたことでしょう。あの東京駅のように、もしお金はかかりますけれど、これまでの建物が復元されたら、もっともっと素敵な横浜の街になっていくんではないでしょうか。はい、ご覧いただきました横浜歴史散歩本町通り後編でございますが、馴染みのところがいくつか出たりしましたですね。やっぱり僕も しばらくここ横浜に住んでたことあるんで、なおのことどこに住んでたの、まあ、ちょっと離れてはいますけど神奈川区の方にいたりしたんで。そうでしたか。この辺は割と当時英語の先生なんかやっててプラプラしてた場所がこの辺だったんで。実は皆さん、フレディ・エトーはですねステージ見ててね、なんかステージで英語で喋ってるんですけど、何々地方の英語はこんな感じ、何々地方の英語はこんな感じとか言って彼がステージでやり始めたんですけど、ほぼほぼ私はちんぷんかんぷんだったんですが
隣にいた、はい、あのほら、まああの、はいはいはい、なんかお客さん、ね、英語圏の、うん、英語圏の人たちがお客さんで来てて、はい、腹抱えて笑ってました ね、あいつ間違いなく分かってるあの通りだよ、あ素晴らしい、うん、でも滝さんすごいですね、これ全部あれあの頭の中に入っておしゃべりになられてたんですよね、当然のことながら。もちろんですよ、何言ってるんですか、何、ね、聞いてくださいよ。そうですよね、ええ、あごめん今日はもう時間がないの でこの辺で締め切らせていただきたいと思いますが、はい、まあ、横浜歴史散歩、皆さんにあの本当に好評で、あのたくさんの方に見ていただいておりますが、これはまだまだ続くんですね。ネタ大丈夫ですか、うちのプロデューサーの。もうあの大変なこの情報量を集めてますね。あ、なるほど、まあ、いや滝さんじゃなかったんだね、さっきのはね。その通りです、失礼いたしました。私一生懸命台本暗記するだけで精一杯、はい、読んでましたよね、はい、読んでました。うるさいやっちゃなほんまに。さあそれではですね、ここで皆様には、はい、パラダイスカフェのグッズをちょっとご覧をいただきまして、次のコーナーの準備入らせていただきたいと思います。どうぞ。クイーンをカバーするグループはたくさんありますが、まあ、そんな中でも本当に代表するあのスーパーバンド、はい、クイーネスですけれど、フレディ・エトーは、はい、高校でそのクイーンと出会ったんですか、うん、高校時代に。そうですね、あのもちろんクイーンの曲自体は僕はもう中学生の頃からちょこちょこラジオでは聞いてはいました、はい、まあ、クイーンとその双璧に滝智春がいたわけですよ。そうですね、と一応言っときますね先輩、まあ、ちょっとすいません、ポリポリで、あの高校でね、はい、だからただあの頃ってクイーンってまだあの女性のアイドルバンドみたいな感覚がちょっとあって、あのステージ衣装もね、そうそうそう、なんかあのイメージもベルサイユのバラみたいな感じがあってね、ちょっと、はい、だから入り込みはしなかったんですけども、高校で僕アメリカに1年間行ってて、留学してて、はい、でその時にたまたまあの向こうのホストファミリーの人が音楽関係で仕事してる人がいて、ほう、でクイーンのチケットあって、バックステージは行けないけどそれ以外どこでも行けるパスがあるからお前来るって言われたんですよ。ほう、で行ったんですね、はい、でそれまで僕はあの日本の普通のコンサートホール、まあ、2000人200 2500人ぐらいのとこしか見たことなかったし、はい、そこ2万人お客さんがいるわけですよ。ほう、で2万人お客さんがものすごい盛り上がりやってるわけですね、うん、で大体僕ももともとフォーク出身だから語りとかね、うん、たくさんお得意じゃないですか昔から。で、あのね、3時間コンサートやって2時間喋ってる誰とは言いませんけどさだまさしさんみたいな方とかもね、言ってるじゃないですか、いらっしゃるじゃないですかところがね、はい、あのほとんど MC が本当にミニマムしかなくて、ずっとこう演奏してるのね、うん、でそれでお客さんずっともうこれでしょ、でかっこいいなと思ったんですよフレディ見てて。ほうほう、で、まあ、普通の人だとそれでファンになりましたなんでしょう、はい、きっと、はい、で僕それ見た瞬間に、あフレディになりたいなと思ったんですよねなるほど人よりちょっとそう、ちょっと行き過ぎた勘違いみたいなね、うん、でなれるかもしれない、いやなれるとは思ってないけど、あれだけできたら気持ちいいだろうなと思ったわけですよ。で曲もすごいしね、そこで、うん、フレディ・エトー少年のこの目が育ってきたわけです ですね。だからあれは17歳ですから40年前の話ですわ。じゃあ話の続きはまた後ほど聞かせていただくとして、はい、次に聞かせていただく、クイーネスのステージ、この曲は Somebody to Love。
私もあなたのステージ何度も見てます、はい、どうぞ。It's so nice. It's so nice for us doing this to be back in Japan. Thank you very much for a real nice welcome. Thank you, people. Can you fly me? Somebody.
めっちゃ盛り上がってますね。盛り上がってますね。いやいや、それで、うん、あなた大学で東京来て、そうですね。まあそれからですか、その大学出てからなんですよね、実はこのクイーンのこれ始めたのは。うん、一回ね、本当はずっと音楽で行きたいなと思ってて、これは難しいなと思って3年ぐらい音楽全くやらない時期があったんですよ。でその後、まあ社会人になってましたけども、はい、また始めようかなと思った時に、一つのアイディアがその自分のこの大好きなクイーンっていうのをやってみたいなと思って、でクイーンネスを作ったと。当時はまあちょっとバンドの名前は違ったんですけどね、まあ、なるほど、はい、この原型を作って、この原型を作ってから現在までに、はい、何年経ってるんですか。ね、今年でね、実は今本当に今も思い出したんだけど、はい、今年でちょうど30年です。あ、もうそれだけの歴史があるんだ。で考えたら、あのフレディ・マーキュリーがフレディ・マーキュリーとしてクイーンで歌ってた時間よりも、この偽物の方が長くなっちゃったっていう話ですよ。実はあなたはあのクイーンですは、本物のクイーンからもなんかいろいろと交流があったりとか、なんか、あ、そうなんですよね。ある時にうちのバンドのビデオをブライアン・メイさんに渡してくれたんですよ。知り合いがね、こう知り合いを通じて、はい、また当時あの VHS の時代ですけども、カセット行きましたと、はい、で忘れて、もう渡したことも忘れていた半年後ぐらいに、クイーンプロダクションってい こうロゴの入った封筒がうちにやってきてですね、なんだろうなと思って開けてみたら、ブライアン・メイから手紙が来てました。なんて入ってたんですか。いや、迷惑だからやめてくれって書いてました。嘘ですよ。そうじゃなくて、うん、当時ちょうどそのフレディ・マーキュリーが亡くなった後で、まだクイーンが今みたいに、うん、違うボーカルを入れて、ライブ活動もやってなかった時期だったんで、まあ、書いてあったことは、僕たちの歴史を引き継いでくれてありがとうみたいなこと書いてましたね。かっこいいね。かっこいいですよね。よかったね。なんかいやいやいや、フレディの MC ってかなり、はい、MC までもカバーしてるんでしょ。そういう時もありますね、うんうんうん、定番の挨拶ってあるんですか。日本に来るとやるのがね、Hello everybody! こんばんは、いかがですかってこういうのがあるんですよ。さあ、それじゃあクイーンの後半、あと1曲、はい、あ、そう、ね、次の曲ももう1曲あります。コロナのあれで、はい、ステイホームになった時にうちのバンドで作ったオリジナルなんですけれども、この曲も、ブライアン・メイさん、なんと彼のサイトで紹介してくれて、リンク貼って、そういう曲です。はい、もうこれはじゃあクイーンネスのクイーンネスのオリジナ オリジナルあだけどクイーンっぽく作りましたっていうやつです。お届けしましょう。曲名を紹介してください、はい、You are not alone。 どうぞ。Someone said to me It will never be the sameMaybe it's true, my friends. Days go on, and we play this lonely game. Where will we see the end? Isn't it strange? It's so strange. Seeing no one at all. Just looking up through windows all day long.
lurking in the dark. That's all we hear in the news. People disappearing, no one's in the parks. What is this hell we're going through? Let us be strong.駆け足でクイーネスをちょっと、はいはい、取材させてもらいましたが、ありがとうございます。最後は、うん、みんな一人じゃないよっていう文字は、うん、あの息子さんの、そうなんです、僕の今日や息子がね5歳の時に書いた文字、まあ、なんかちょっとうるっとくるな本当ですか。はい、出会ったところが13歳、今58歳ですよ。ということはあなたとはもう45年間はいっぱい空いたけど、そうですね、45年ですか。今もこうしてあの、はい、2人が並んで、あのなんだ、一緒に音楽の話したり家族の話をしたりって、うんうん、すごく嬉しいです。いやもう私もですよ、本当にね、当時一緒の事務所でお世話になって、そうですね、一緒のね、社長さん先生がいて、うん、そこで、そうですね、そこが始まりだったからね。あの社長も亡くなられて、そうですね、うん、はい、ここでね、はい、パラダイスカフェ特製のチョコレートパウンドケーキ、はい、お出しするところなんですけど、はい、ごめん、何、売り切れちゃって、ごめん、もうちょっと待って、本当にちゃんとね、ここにね、ケーキって書いてあるんですよ、ケーキ紹介って。もう昨日売り切れた。本当申し訳ない。マジですか。 できるのが明日。はい。だから、今日ちょうど谷まで。はい。だから、これ、あの、街で買ってきた。街で買ってきた。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。でも、このコーヒーカップは、うちのオリジナルですから。ね、でも、これ、撮影用のやつで僕持って帰っちゃダメなんでしょ。え、いや、1個ぐらいいいよな。1個ぐらいいいの？ 1 個ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もありがとうございました。本当素晴らしい。ね、はい、あ、いいですね、このコーヒー ね、うん、はいはい。いやいや、ちょっと私も一つ、いや、しかしながら2019年、幕張イベントホール4500人のお客さんの前で、うん、堂々たる本当にステージを見て、本当にホットな思いになりました。きっと見てる皆さんもね、なんだこいつすごいなってきっと思っていただけたと思うんですが、最後に俺一つ伺っていいですか。はいはいはい、あなたを迎えてくれたホストファミリーのお父さん、はい、お母さん、うん、
今のあなたのことを知ってくれてるんですかね。残念ながらお父さんもお母さんも、うん、もうだいぶ前にお亡くなりになってまして、ただ、はい、あのそのホストファミリーの、兄弟は、うん、まあ、みんな健在で、で、僕ともあの Facebook とかそういったソーシャルメディアであの今でもコンタクトを取ってくれるし、で僕の同級生なんかもそういうところでたくさんつながってますけど、大概の人はもう僕のことをフレディって呼んでますね。いや、もう今私もそうですもんね、もうフレディ、フレディ、まあ、エト君って言うとき、エト君って呼んでない、エト君が多いか、うん、まあ、でも嘘ばっかし言うんだから、もうこの人は本当に。いやでもあれですよ、もう俺の頭の中で、あ、だってあなただって俺のことたくさんたくさんって言うじゃん。なんで、私もともとは玉置が本当です。ああそうですね、ね、いや一応なんかほら芸名を尊重しようかなと僕は思って、いや私もあなたの芸名を尊重しようかなと。あ、そういうことですか。そうですよ、あ、まあ、そういうことでフレディ、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。一つ最後にリクエストがあるんですよ、はい、昔一緒にあなたも歌ってくれた僕のあの歌を。どの歌？え、いや、行けばわかる、行けばわかる、最後に一曲一緒にやってくれません？ぜひぜひお願いします。すいません皆さん、はい、今日の最後は私のあの曲をフレディ・エドと一曲一緒にやらせて、先輩と後輩やらせていただきます。皆さんお付き合いいただきたいと思います。それじゃああっち準備しましょう。行きましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。シェイク、シェイク、シェイク。さあ、はい、今日は一日お付き合いをいただきましたね、どうか。お疲れ様でした。いやいや、ありがとうございます。やっぱマイクの持ち方、もうね、やっぱね、こだわりがあるね、やっぱり。いや、こだわりというか、もう癖ですね。あの、右手だとこう握り込んでしまうっていうね。はい。左手だとこうなってしまうっていう。それはもちろん、フレディがそうなんですね。そうです。でもこれをね、あの、30年間やってきちゃったもんで、はい、こうじゃないとマイクが握れない体になってしまってる。ああ、もう、固まっちゃったんだね。病気ですね。じゃあ、それで、これでこの一曲ですね。お付き合いくださいよ。はいはい。これはあの、まあ、あなたにもいっぱいなんかカバーしてもらったりして、しましたね、中学校の頃これ何回歌っただろう僕。たまに、あ、歌詞そこ違ってますよとか言っていつも指摘してくれるのが江藤君でしたよ。やってましたね。行きましょうか。行きましょう。今すぐさよなら振り向かず愛しい人よまた会う時が来るからそれまでさよなら振り向かず果ておくれ別れが辛くなるから One, two, three, four そうさおいらは裏へ行こうヤクザな男女は連れては行けないから今すぐさよなら振り向かず愛しい人よきっとまた会う時が来るさおいらは一人街を出て行くその日暮らしのヤクザな男パパパパあとホームのベルが鳴る愛しい人よ別れと時が来た Bye.
フライボーヤクザな男女にこれじゃおしまいさ Yeah, yeah, yeah だけどお前に惚れちまって別れが辛いきっとお前を迎えに来るさおいらは一人街を出て行くその日暮らしのヤクザな男バババブラッドホームのベルが鳴る愛しい人よ別れの時が来たバラララ別れの時が来たまだまだバラララ別れの時が来たバラララ別れの時が来たいやいや江戸くんどうもありがとうございましたね。ほぼほぼリハ1回ぐらいで。そうですね。よう覚えておいてくれて。いやもう覚えてますよ。歌詞もねこれね本当はオリジナルと違うんだよね微妙に。まあそういうことも覚えておりますけども。まあね、はい、もう作ってほらしばらくほったらかしててもう一回やろうと思うと。そうですね。次歌詞覚えてなくてね。うんちょっと書き足したりして、そうちょっと違うとこあるんですよ。そうそう、ちょっとニュアンスが違う、ね。はい、じゃあ今度オリジナルの歌詞書いて持ってきますんで。そういうわけで、はい今日のシェイクもうスペシャルゲストは、我が郷土のもう本当に素敵な仲間、フレディ江藤に今日は来ていただきました。フレディ江藤君、ありがとうございました。ありがとうございました。でケーキいつ送ってくれるんですか。だからね、すぐ送る。あ、すぐ送る？ありがとうございます。思い出したらすぐ送りますので、待っててください。はい、皆さんありがとう。はい、ありがとうございます。お世話になりました。港の明かりが滲む横浜午前0時行き交う人もそぞろチャイナタウンの外れ馴染みの客にブルース歌う俺の横でチャイニーズの子さんの笑う声が今日も響く Oh, oh my sweet home Oh, paradise cafeOtoko to onna Nagai yoru o motomete Oh, oh, my sweet home Oh, paradise cafe Oh, onna mo yowasu Mugi-chan no cocktailバーボン片手にピアノ口ずさむ小谷を生まれた街は遥か遠く心に